な。あ、そうそうそう。あとみんなもう一個あんた話すことあるだろうって思ってるでしょ。 そうだよ、私もう一個この配信したのには理由があるよ。そうなのよ、おきちゃんから写真集いただいたんです。 そうなの、さっきツイートしたんだけどさ、そう嬉しい。なんかおきちゃんが送ってくれて、なんかおきちゃんが写真集発売することになって、個人的にすごい楽しみにしてて、公式ツイッターとかフォローしてたんよ。 写真集の。したらさ、フォローしてくれてありがとうって、 SNS もなんかいつもいいねしてくれてありがとう、よかったら写真集送りたいんだけどって言ってくれて、いやいや、よかったらじゃなくていいんですかみたいな感じになって、送ってくれました。やん、かわいい、本当に嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、みきちゃん、おめでとう、写真集発売。そう、あ、ね、あとね、おきちゃんにこれはね見せても大丈夫って言われたので、ちょっとオープンするんですけど、じゃん、ほら、ここにサインとメッセージもいただきました。見える？ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです、本当に。そう、中にサイン書いてくれたんですよ。嬉しい、ありがとう、本当におめでとう。そう、それでなんかそれも家族に報告したの、おきちゃんがなんか写真集を送ってくれるんだって言ったら、パパ用かな、なわけないだろって。 そう、でもさ、私のさ、パパがさ、そのおきちゃんのことは候補生の時から気になってて、なんかドラフト候補生オーディションの時に顔出ししてる人としてない人がいて、私はしてない人だったんだけど、顔出ししてるメンバーのショールームとか、まあ、パパがすごいショールーム見てたので、ね、候補生の時に。その時におきちゃんのショールームめっちゃ見てて、そう、でなんかオーディションの時にも「ああの子がおきちゃんだ」みたいな、なんか ほんとそんな感じだったからさ、パパが一番おきちゃんのこと好きなんだよね。だから私もまあおきちゃんが写真集送ってくれるって話になって、家族に連絡したのも、自分が嬉しかったのもそうなんだけど、あ、でもね、本当にこれおきちゃんが送ってくれるとかなくても、私パパにプレゼントしようと思ってたの。 おきちゃんの写真集発売されたらパパに買ってあげようって思ってたんだよね、なんか半分いたずら心みたいな感じだけど。 そう、パパに買ってあげようと思ってたの、本当に。そう、え、まさかおきちゃんがサイン入りでくれるって思ったから、じゃあこれを。 そう、え、ちょっと皆さんに中はもちろん見せられないんですけど、やばいのよ。え、そう、やばいよ。てかもうこの表紙からやばくない？なんですかこのなんかエチエチな、このそそられる表紙ダメ、スカート握っちゃう。 ダメよこんなの。なんか何かが始まっちゃうじゃないですか、こんなスカート握っちゃって。でね、中がやばいんですよ。それはそうだよね。表紙でこれなんだから中がやばいに決まってる。おきちゃんってさ、美人顔だよね、ほんと。ほんとに美人顔。だから、なんか、美しいんですよ、写真集が全部ね。全部が写真集めちゃくちゃ美しいんだけどさ、いや最初の方はなんか結構美しいって感じから始まるの。なんかね、海の写真でさ、海の写真で美しい感じから始まるのよ。なんか美人って感じで、ちょっとエモいみたいな感じなんですよ。でもね、
あのその後この表紙のさこの制服姿になるわけ。この、ね、制服姿がやばいの。ダメなのよ、ダメなの。あのねやばいんですよ、ダメなの。あのね、あもうここからダメ、ここからみんな厚さで判断して、これぐらいのページこれぐらいの、もう序盤じゃないこんな薄さ、こんなよ、こんな、あ見えないよ、どうやったら見えるんだろう、こんなの薄さ、もう超序盤、もう序盤でダメなの、もうってなるんですよもう序盤で、あーこれダメダメ、こんなことしちゃってなる。そうだ、ここやばい、あここはいはいはい、ヤバポイント2 ここやばい。あのね、お腹が綺麗、え、あれなのかな、写真集のためになんか筋トレとかしたんかな、ダイエットとか、マジでお腹が綺麗、本当にこれはもうね惚れる。どうやったらこんなに美しいお腹になるんだろう、めっちゃくちゃ綺麗。あーダメ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 、これもいい、あの危険な香りしかしない、この格好をしちゃったらこの格好をしたらちょっと危険な顔しかない。ほら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 ね、そうなってきちゃうじゃんねそれ、その格好しちゃったらそうなってくるよ、だんだん。これまたなんかその新しい違う大人っぽさ、セクシーさみたいな、いいよね。めっちゃ気になるでしょ、本当にみんな見た方がいいよ。あーあーああ、これはダメだこりゃダメだ。はいはい、ここやばい。これね、あの実は昨日公演前にいただいたんですよ。昨日公演前にいただいたから、メンバーでちょっとみんなで見てたの、パラパラパラってみんなで見てて、あのやっぱみんなやばいって思うページは一緒なんですよねメンバーとみんなで見てて、あのパラパラパラって、あーみんな一斉に叫び出す、やばいページ。あーそう、ここやばいのよ。なんかさ、なんなんだろう、なんかさ表情はめちゃくちゃ自然というかあどけないのに、あの他の部分がダメなのよ、やばいんですよ、もうなんかそこだけ見ちゃうなんか顔はめちゃくちゃ自然な笑顔、めっちゃいい笑顔なのに、あのそっちが目に入ってこないぐらい他のとこが気になるのよで言うと、そうですね、結構後半戦これくらいのこれぐらいの暑さすぎたところですかね。はい、あーいいね、なんか清楚だけど、いや待って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 、ちょっと一旦清楚という言葉を撤回したい。この写真さっきの続きだったんかーいみたいな、だってさ裏表紙も超かわいいもんね、かわいすぎ、絶対に飽きない、飽きさせない、いつまでも新しい自分を更新していきたい、かっこいい、本当にねめっちゃいいですよ、めっちゃいいですよ。いやもうありがとう、本当におきちゃんありがとうございます。大事にいっぱい家族みんなで見ます大事にいっぱい家族みんなで見ます。ありがとうございます。